はい、皆さんこんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。はい、今日は整体ではないね。うん、開封してたけど、うん、開封やっちゃうけど、うん、これでもお前の依頼品やね。うん、どんなもんか知らんけどね。あ、そう。うん、イメージは分かるけど、うん、ちょっと俺たちが飼育セットを組もうということでね、はい、考えて、はい、ちょっと呼吸感を出そうということで、はい、だから DDA さんのを使ってみようということで。おー、すごい。これです。綺麗ですよね。もう袋に1個ずつ入っとるけど最高じゃないですか。うん、ちょっと値段張るよちょっとするね、うん、絶対ね、これ、うん、これと、うん、まあまあ自分らでちょっとこだわってね、そうね、飼育セットを作ろうと思って。まあ1個目、まず1個目かな。1個目、もう1個ある。まあマットは来とるとかね。マットある。ゼリーもある。ゼリーも来とるね。はい、ゼリーはなんと廃盤かと思っとった、うん、これを使おうね。これ何個ぐらい入れると。これ、うん、いやゼリーはね、うん、もう偶数がいいね。これ2個ずつやけね。4個か6個か8個か8個か。そうか、マットとか他に木の枝とかも入れるけ。そう、結構圧迫するけんね、うん、ちょっと入る四個入れるみたいな感じかな。うーん、隙間があってもおかしい。隙間はあのシールで隠すけこんな感じ、うん、上等です。餌皿、いやよかったよね、このゼリーはね。うちらにとってはね、うん、あってよかった。よう取れたね、これ。ほんと廃盤かと思った。じゃないの。なんかもうすごい、新築の家の匂いがする。ヒノキやったらちょっと嫌いよ。新築の家の匂い。あ、めっちゃいい匂いする。そう。新しいマンションの匂い。これで、いいね。うん、まず餌皿がこれですっていうことね。そうそう、まずはこれです。こんだけしっかりしとったらいいね。で、ゼリーがこれですっていうこと。ゼリーはこれです。銀紙ゼリー。まあ、昔から見てくれる人やったら。すぐわかるね。うん、銀紙ゼリーって言ったらわかるね。それを使っていきましょう。はい、また組むときにね。しかも、高く売らんけんね。最低普通のショップさんが売り寄る値段ぐらいかな。うん、あと俺らの労力がちょっと入るけんさ。はい、そうですね。その分はサービスでみたいな感じにすればいい、ね、労力はサービスよね、うんうん、ちょっと考えて、はい、ちょっとおしゃれなやつを作ろうと思ってます。はい、はい、ただ元がそれなりにするけんね、これね。こういうのぶち込むけんね。そうね、何十円かであるけんさ、うん、探せば、ね、ちょっと割れとるのとかね。そう、ね、丸い餌皿の割れとかやったらもう30円ぐらいであるけんね、うん、そういうのじゃないけんさ。そう、それ5倍ぐらいするけん、ね、5倍も5倍以上するか。だけど200円とか300円にはなりません。10倍ぐらいするね。そうね、うん、うんうんうん。まあでも組んだ時の動画もこれくっつけたらいいかな。まあ、全部紹介したのをくっつけましょうかね、うんうん、はい、それではまず餌皿はこんな感じでした。餌皿は DDA さんの DDA イズムに近いだろうね。真っ赤く餌皿、真っ赤く餌皿いいね、四角いのもね。うん、こう多分ケースが四角いけん、四角い方が本当は合うよね。しっくりくってる、ね、絶対合うよね、うん、うん、これ楽しみでございます。20個。はい、20個やっちゃう。20個。20セット限定やな。そうね、20セット限定。とりあえず作って、うん、福岡のイベントに持っていこうと思っています。うんうん、福岡のイベントでね。はい、はい、売れ残る可能性も十分あります。そうね、うん、まあ、腐るもんじゃないけど、ね、腐るもんじゃないけどね、ほんとね、うん、はい、それではご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。はい、夜食ですね。夜食、はい、スタミナをつけないけんしてね、うん、社長が買ってきたやつ、この前の、うん、いいと見せる。エイリアン、いいよ。エイリアンエナジーのラーメンバージョン。うん、色すごいな、これ。エイリアンの血液の色しとったかな。いや、それ苔や。こうスープから洗ってない外の水槽の。ねえ。やばい。うん、なんか。すげえ色してる、これ、マジで。なんかほんと、だしの味が。いや、これちょっと言い表せんな。嘘、うん、何とも知れない味。うん、ちょっと
うまいとも言わんで。ちょっとこれ言い合わせんな。うそ。うまみ、甘み？甘みがあって。きついね。うん。俺はもういいかな、これ。いや、兄が食わんでも俺も食わんない。ちょっと食うけど。うん。いや、お前食べれると思うよ、普通に。いや、俺も自分で作っちゃった。俺、海産物が嫌やん。ああ、嫌ね。うん。あ、魚介系？うん。やっぱり、バラすごい。うん。うん、これはいい以上です。ごちそうさまでした。うん、食べることない全然。あ、そう、うん、色やべえけどね、ガチに。はい。